くだらなくとも起きては起きてか。くだらなくなんかないよ。ん？あの人たちにとっては大切な掟なんだ。ほう。守るだけの価値がある大切な掟なんだよ。おお、なかなか言うようになったな、小僧。僕もう小僧じゃないと思うんだけど。いいから行くぞ。いや、仮面の町に入れるんだってね。ちょっと荷物を届けてほしいんだけど、いいかな？ヨナ。お兄ちゃん大丈夫？元気？うん、お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから
よかった。お兄ちゃん、今日はユナと一緒にいてくれるよね。うん、もちろんさ。本当に？今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。やったー。さあ、体に触るから早く寝よう。夢、夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。おはよう、お兄ちゃん。おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？ううん、変な夢を見ただけだよ。なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。へえ。男の子とね、ゲームをする夢なの。どんなゲーム？言葉を当てっこするゲームだよ。言葉を当てっこするゲーム？男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。とても難しかったよ。その子はなんて言ってた？夢とね、神話の森かな。でも次までにはお勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ああ。いつでも作れるようにヨナ。どうした？うん、なんでもない。ちょっと気になることがあるから、ポポルさんのところに行こう。Thank you.
どうしたの、ポポルさん。あ、実はこんな手紙が来たの。君の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど、お願いするわね。言われたもの全部取ってきたよ。これよこれ、早速薬にするわね。ついでで悪いんだけど、この薬を噴水にいるばあさんに届けてもらえるかし。おばあちゃんにだね。すぐ届けるよ。おばあちゃん、届け物だよ。ありがとうございます。これがないと歩くのも辛くてね。あまり無理はしちゃダメだよ。ええ、気をつけますよ。あと、これは届けてくれたお礼ね。
言葉に聞く。言葉？何のこと？伝染する言葉。夢見る人？なんだこの奇妙な感じは。不思議そうにとは失礼な。何これ。こやつに聞くのが良いであろう。あなたたちは。僕たちこの村に異変が起こったって聞いてやってきました。私と会話できているということは、あなた方を夢に巻き込んでしまったようですね。夢？取り込まれたというのか。はあ、おそらく。つまり僕たち死の夢にかかってしまったってこと？そんなバカな。いつどうやって。我は眠った自覚などないぞ。死の夢はそういう病気ですから。流すな。きっと夢に入るきっかけがあったはずです。会話していて悪かったな。害したようにではなく、害しておるのだ。知っておるわ。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。これでやっと普通の暮らしに戻れます。しかし、奇妙な病気であるな。ええ、できれば他の村民も助けてやりたいんですが。簡単に封印されし言葉が手に入ったね。ちょっと簡単すぎやしないか。なんだかこの村にも誘導されてきたような。考えすぎだよ、シロー。